はいどうも皆さん、お久しぶりです。長田ちゃんです。今日もバウンティーラッシュ楽しくやっていきましょう。ということで、皆様改めましてお久しぶりですまた動画投稿を始めます。はい、ちょっと市場でね、プライベートのことなんですけども、いろいろとありまして、まあ深くは言えないんですけども、まあいずれ言いますよ。そこら辺はね、まあ簡単に言うとね、今回のことはちょっと本当にリアルでやばすぎて、まあそうだな、出会いもあれば、別れもありますよね。はい、ということでとりあえずそんな感じでいいですかねあんまり深く言うとね、まあもう大体お察しがいい方はわかるとは思うんですけども、まあそういうことですよ。はいということでね、ちょっとほんと最近ね、マジで精神的に病んでて、マジで動画をね撮る元気はマジでなかったんです。ちょっともうなんかいろいろとあって、なんでまあちょっと深い話はまた今度落ち着いた時にするので、ちょっと今日は、はい、ただいまっていうところで、そんなご報告の動画にはなるんですけども、はい、ちょっと久々すぎてね何を喋っていいのかわかんないんですけど、でもどうしようかな、どうしよう、リーグ行くこの後1戦か2戦ぐらい行ってみる、リーグにまだねシーズン切り替わってからも何もやってないんでねとりあえず一旦潜ってみようか。じゃあ1戦2戦ぐらいね。じゃあちょっとそれをみんなに見てもらって、人はね、2週間でどんだけ PS が落ちるのかっていうところをね皆さんに見てもらいましょうか。はい、マジ全然やってないんでね、バウンティなんでまあまあいつも通りね、面白おかしく見ていただけたらなと思います。安定の神々は治っておりませんということで早速リーグの方に行きましょう。それではリーグの方にレッツゴー。はい、戦名よろしくお願いしますということでね、はい、やっていくんですけども、もうちょっとこのね、休んでる期間、まあ、2週間ぐらい休んでたんですけど、まあ、バウンティー全然やってなかったんですよ。なので、俺のね、バウンティーの時間軸が2週間ぐらいまだね、全然ずれてるんですよ。俺の中での新キャラって、だってまだ神獣ヤマトだもん。ナミちゃんとかウソップとか、まあ、来たことは知ってますよ。来たことは知ってるけど、どんな特性で、どんな感じで、なんてもう全然知らんし。当たるよね。やばい、ちょっと待って、これ。動画撮りながらプレイしながら喋るってどうやんだっけかどうする、とりあえず飛んでく、で撮るか。でそうだから、まあまあ神獣ヤマトの動画まだ出してないんで、まあまあまあ来週あたりね、そこら辺は出していきますよ。ナミちゃんとウソップだよね。ナミちゃんとウソップって何、フェスゲンだっけか。フェスゲンだよね。ちょっと待って、フェスゲンでしょ。俺工場で15万ぐらいかかってんだけど、フェスゲンって言ったらさ何十万かかるわけ。やだ、俺そんなにかけたくないんだけども。ちょっとさ、プライベートの運なかったからなんとかなんねえかなガチャ運ぐらいなんとかしてくれよマジで。ちょっと待って、試合に戻っていったこれどうすればいいの、痛いよ。ちょっと待って、どうしようかな。俺はこれさ、俺こっち握ってミンゴが一陣行ってっていう作戦どう。無理か、そっか。ブース来ちゃったよ。じゃあ一旦さ、プテロノンでビューって飛んでくやんか。で、こっち取るやんでしょ、取るやんでしょってどういう日本語なんで。待って待って待って、ブースト、じゃあブースト解除でしょ。もう無理やん、回避ないしやばい、どうすればいいの俺。それ俺落ち着け。ザクトレになってる、ザクトレになってる。いや俺ね、まだあれなんですよ、シーズン切り替わって何もやってないんで、まだエスプラなんですけど、エスプラってザクトレなんですかね。ちょっと待って、一旦こう、これはジャストですか、ジャストですかねジャストだねオッケー、ジャスト回復はなんだかんだなんとかなってるかもしれんね。ちょっと取るでしょ。で、真ん中はヤマトさん取ってくれそう。おー、一陣はなんとかしてくれよな、そこはもう知らん。で、とりあえず相手一陣逃げるじゃん、俺が。で、ちょっと待って、これやばいな。だってさ、相手の回答また逃げたじゃん。もうやばいって、ザクトレだって、どうやって勝つんだっけもういいや、じゃあ、ミャンケ使って、ここ俺も通ろうかな。なんだこの試合どうしようどうしようどうしよう、ちょっと待って。もう一回こっち取りに行くじゃん
こんなんでいいの？マジ？え、取るよじゃあ。取る取る取る。任せろよ、任せろよって。あ、でも4つ取れんや。あ、いいね。じゃあさ、もうここ俺守ればいいだけやんね。オッケーオッケー、勝った勝った、大丈夫。みんな勝ったよ。いやー、さっきのひどかったね、しかし。さっきのってか、まあこの一つ前の試合なんだけどね、まあの連チャンで撮ってるんで、ちょっと待って、わーやばい、俺ちょっと待って、めちゃめちゃトイレ行きたいんだけど、どうしよう。やだ、ちょっと、動画撮る前に言ってくればよかったやんか。とりあえず吹っ飛ばしとく。まあ俺と言ったらさ、夢ルフィっていうところあるやんか、やっぱりね。うん、だからまあちょっと夢ルフィ使っていくんだけど、ちなみにこの夢ルフィの裏はね、あの神獣ヤマト、新しいヤマト入れさせてもらってますけども、まあでもさ、エスプラでしょ、で俺夢ルフィ使ってるでしょ。まあ出すことないんじゃないかなって、うん、思ってるけど、どう思う？とりあえずキングコングのワンパッションじゃんこれね。はい、オッケー。でもね、あのカイドさん守れた、これね。久しぶりにハートマークとか押すんだけど。あー、こんなだったな、そういえば。はい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 、オッケー、任せとけって。いけるいける、ルフィだったらね。ちょっと待ってね、一旦解除しといて、雪垣張ったね、張ったね。それは甘いです、さすがに。さすがにそんな甘いって、いくらブランクがある俺でもそんなもんはいけるさ。あ、回避するでしょ。はい、知ってます。オッケーオッケーオッケー、いいね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 。あ、ここ取っちゃおうぜ、取っちゃおうぜ。いや、俺やれてるやれてるよ、俺。ちゃんとちゃんと動画撮りながら喋れてる。待って、キングさんが相手来たということは一陣にレッツゴーですよね、絶対ね。オッケーオッケー、任せとけって。俺がいる限り取らせるわけないんだから。めっちゃ引っかかるんだけど、壁に。スリラーマークの壁ってこんなだったっけ。ちょっと待って待って、はい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 、一旦これ打っとく。あー、やっぱ俺下手くそ。あー、やっぱり下手くそ。やばいって、どこで回避してんの。ちょっと待って、急げ急げ急げ、やばいやばいやばい、ちょ壁に引っかかる、壁に引っかかる。スリラーマークの壁ってこんなだったっけ。ブランクって怖いな。ワンツー、ワンツー、オッケー、上がしたでしょ。でもプテラノドンしか残ってないんだ、君はスキルがね。そりゃ知ってる。あー、ちょっと待って、また壁に邪魔される。あ、ナイス KO、 オッケー。じゃあ、オッケーオッケー、もうじゃあさ、シャンクスやりに行こうぜ。シャンクスだからってね、怖いなんて思ってないんです、夢ルフィさん強いんで。で、ここからブーストでしょ。いけるいける。あ、ちょっと待って待って、ね、あー、やばい、一つ構えてる、怖い。オッケー。で、ここからのキングコングなんで、ワンパン、これはでも鬼ルフィさんをワンパンしただけ。なるほど。じゃあちょ、これでプッてポン。あ、いや、その回避は全然いらん、全然いらない。あ、ちょっと待って、全然いらない。やっぱー、ちょっと待ってよ。夢ルフィ3体いんだけど、こっち。あー、仲間が死んだ。ちょっと待って、やばい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 。あー、怖い、スネークマン即時。なんで当たんないの？うわー、痛い。最後の最後、ダサいところは変わんないのね。ありがとうございました。はい、2000ね、見ていただいたと思うんですけども、どうですかね。とりあえず、あの、人ってブランクを抱えると結構ダメになりますね。いや、マジで。びっくりしたよ。こんなにできないもんかね。ちょっと、ちゃんとバウンティーやろう。とりあえずね、今日が、何月ですか今。何月だっけ、ちょっと待ってね。6月の3日の土曜日、なんですけど、どうしようかな。とりあえず来週の月曜日からまた動画バリバリ撮っていこうかなと思います。はい、まあゆるくね、いつも通り、今まで通り、面白おかしくやっていくんで、皆様変わらず、応援のほどですね、よろしくお願いいたします。ということで、うん、まあとりあえず、あの、喋りの方は、あの、徐々に戻していきます。まだ普通にバウンティーやってる人だから。実況もクソもあったもんじゃないからね。うん、ちょっとそこら辺は、あの、元通りに戻していこうかなと、はい、思います。ということでね、今日の動画は以上になります。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、バイバーイ。じゃあな。